つもよりほんのちょっぴりだけ昔のお話なんですよ。え？どのくらい昔かってして、そうですね、確か夜空の星様がほんのちょっぴりだけ瞬きしたくらいだったでしかね。またエストですか？氷だからポンコツは困るんですよ。ふにゃっ。ブラッキーたちですね。まったくしつこいやつらでし。コロッキー、チョロッキー、逃がすんじゃないざますよ。ニャンの持っているセブルラキスストーンを何としても奪い取るざます。ガッテンディ親分、何度言ったらわかるざます。ボスとお呼びと言ってる残暑。ボス、早く捕まえないと惑星アイラに逃げ込まれてしまうっちょ。そいつはまずいざんす。構わないからぶちかましておやんなさい。ガッテンディ。言うことを聞かないとスクラップして売り飛ばすでしよ。おにゃおにゃ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 はにゃこの少年が今回の物語の主人公、レイシャン。このトトの村で採れた薬草を王とトリスタンに運ぶのがレイシャンの仕事なんでし。おやレイ、トリスタンへは今日出発するのかい？ええ、またしばらくの間留守にしますからよろしくお願いします。あいよ、近頃は昼間から魔物たちがうろついてるっていうから気をつけていくんだよ。心配いりませんよ、通い慣れた道ですから。